チャールズ・マッケイチャールズ・マッケイチャールズ・マッケイは、スコットランド出身の詩人、ジャーナリスト、作家、アンソロジスト、小説家、ソングライター。著書、エクストラオーディナリー、ポピュラー・ディリュージョンズザ・マッドネス・オブ・クラウズの作者として、最もよく知られている。チャールズ・マッケイは、スコットランドのパースに生まれた。父は、海軍士官や陸軍兵士などを務めており、母は、 チャールズの生後感もなく他界していた。チャールズは、スコットランド人の孤児たちを寄宿させて、教育を与える施設であった。ロンドンのカレドニアン校に学び、ブリュッセルの学校にも行ったが、少年期の大部分をフランスで過ごした。1834年に、ロンドンに戻ると、ジャーナリズムの世界に身を投じ、1835年から1844年に、 かけて、モーニングクロニクル紙で働き、ついで、グラスゴーアーガス紙の編集者になった。1848年に、イラストレーテドロンドンニュースに移り、1852年には、その編集者となった。マッケイは、歌と詩、ロンドンの歴史、とてつもない民衆の妄想と軍衆の狂気などを表し、ロングビアードという騎士道物語も発表した。さらに、 西ヨーロッパ諸言語におけるゲール語の語源や、後年のスコットランド定置語時点では、彼独自の面白い推測によって、何千もの英語の単語が、スコットランドゲール語に由来するものであるという説が、唱えられている。言語学者のアナトリー・リバーマンは、マッケーを語源のもの、マニアックと表し、彼は、 同時代の人々には厳しく批判され、障害まともに読み解かれることはなかったと述べている。マッケイの名声は、もっぱら彼が生み出した歌によって支えられており、チアー、ボーイズ、チアーなど彼の作品の一部は、1846年に音楽家ヘンリー・ラッセルによって曲が付けられ、その後驚くほど普及することになった。マッケイは、敵なんていないと君は言うのか という当時よく広まった詩を書いた。マッケイは、チャーティスト詩人と評された。y o UVNO e e n e m i e s YOU、no、SEE, ALAS, MY f r i e n d THE BOST IS p u r e f o r t h o s e w h o HAVE m i n g l e d IN THE FREE OF DUTY, THAT THE BRAVE a n d y o u a r e MUST h a v e m a d e f o r t h o s e IF YOUVE NAM, s m a l l IS THE w o r k THAT YOUVE d o n e y o UVE HIT NO t r a i t o r ON THE HIP, UVE ダッシュドノーカップフロムパージャードリップ u v ネバーセットザロングツーライト u v ビーン英カワードインザファイトマッケーは1850年代に来たアメリカを訪問しその見聞録をアメリカにおける生活と自由1857年から1858年の合衆国及びカナダへの旅の素描として交換した 南北戦争中にはタイムズ紙の特派員としてアメリカへ渡り、その際の取材活動の中でフェニアン・ダンの陰謀を察知し、これを暴露した。マッケイは1846年にグラスゴー大学から法学博士を取得している。また、パーシー協会の会員であった。マッケイはロンドンで死去した。小説家のマリー・コレリは、 マッケイとメシ使いの女性との間にできた娘である。ザゲリックエチモロジーオブザランゲージズオブウエスタン、ヨーロッパ、アンドモアエスペシャリーオブザイングリッシュアンドローランド、スコッチアンドオブザアスラング、キャントアンドコロキュアル。ダイエレクッツハットマカイ、チャールズ・エディクショナリーオブローランド・スコッチ、ロンドン、ウィタッカーシーオザオーサーオブワードオリジンズ、アンドハウ,ウィーノーゼム。 オックスフォードユニバーシティプレス、USA、2005& アナリティック、ディクショナリーオブイングリッシュエチモロジー、アンイントロダクションユニバーシティオブミネソタプレス、2008、オックスフォードエトモロジストハット、ノーエネミーズ、バートルビー .com、2012年5月5日閲覧。この記事には現在パブリックドメインである次の出版物からのテキストが含まれている。 カズン、ジョン・ウィリアム、ショートバイオグラフィカル、ティクショナリー・オブ・イングリッシュ・リテラチュア、ロンドン、J.M. デントサンズ・ウィキソースより、ありがとうございます。